はい、どうもキニーです。昨日のコメントでね、ちょっといただいたものになってくるんですけど、皆さんもいきなりですが、こちらになってきます。はい、こういうコメントをいただいたんですよね。うん、あーほんふむふむ、あーへむへむふむへむ、あーなわけないですやん。そんなダッシュ速度をダブルがけなんて、そんなもん、いや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 、あ、で、スキルが 20% 短縮、あ、いや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 、そんなもん、そんなもん、ないって、ありました。はい、ということでですね、今回やっていくメダルが、なんと今、イベントメダルの復刻で来ているこちら、ミスターワンメダルになってきます。敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイムを短縮速度が 13% アップさせていく。そしてですね、前回出てたのかな?ダズボーネスメダル。自分がいるお宝エリアに味方がいないときは当たりダメージが 5%。そしてですね、ミスダブルフィンガーメダル。敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが 50% 以下のときにダッシュ速度が 6% 増加してくる。まあ、簡単に言えば、ドヒのメダルの反対っていう形ですね。うん、はい、てなわけでこちら中身がなんとオフィシャーエンジェント、あと賞金稼ぎのダッシュ速度ダブル重ねがけなわけですよ。はい、これで常時なんとダッシュ速度が 28% アップ、こんなんあったんね。素晴らしい、これは素晴らしい。そしてこのスキル1、スキル2、弱いと思ったらちゃんとどっちも 20% 短縮。しかも回避も 10% あると。いや、これはダッシュ速度界の神やな。これめちゃくちゃいいと思う。常時 28% 短縮って基本的にはないから。うん。で、これでしょ?スキル1短縮で。で、これ、ミスダブルフィンガーで 50% 以下に切った時にダッシュ速度もさらにアップしてくるから、まあ最大 34% 短縮になってきますね。はい。で、一応ドフィのやつと見比べてみると、こちら、に関して言うと、アカロはね、体力 70% 以上の時にダッシュ速度が 8% なんで、これ結構ね、左右されるんですよ。うん、なかったりあったりってね。こう、まあ、ここは結構ね、発動しなかったりしてしまうんですが、まあ、このドヒのメタルがね、お宝ゲージが 50% 以上の時にダッシュ速度が 8% 増加。うん。で、このメタルって、ダッシュ速度これ常に 20% なんですよ。ってことは、常時 28% 短縮が、これ、このメダルにはあってね。うん。ってことは、このドフィと、このダッシュ速度のメダルがもう、こいつには常時ついてるってわけなのよ。いや、ってことは、早いじゃんと。うん。で、50% 以下になったらさらに 6% 短縮なんで、めちゃくちゃよくね。めっちゃダッシュ早いんじゃねっていうことで、本当にコメントありがとうございます。では、これを今回ですね、ステータスが、ちょっとめちゃめちゃこれ、中身、クソゴミなんですけども、今回こちらで上位体でやっていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツバトル。はい、それではですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、いや、これね、俺、初めてだわ。これ初めてやりますね。てか、初めて知りました。はい、もうマジでありがとうございます。ということで、今回このダッシュソグのダブル関係プラス、もうこのダッシュ界のこの神メダルでちょっとやっていこうじゃねえかということで、いやこれマジでクソ強いと思う普通に。はい、てなわけでとりあえずここゲットする。で、相手クラッカーなんすか、まあ潰しに行ってもいいけど、とりあえずここまあシーンの様子もちょっとわかんないんで、ここためためしておきましょう。さあ、で一陣にオリンがいる。あ、ちょっと待って、クラッカーそこ開けんの、開けんの、開けちゃうんだったら行っちゃうよと。あ、でオリンやろ、オリン来ても別に怖くないから。さあ、とりあえずゲットしよう。これちょっとオリンの人かわいそうだね。ありがたしい。さあ、てことで、まあ C 行くかな。うん、あ、C 行っちゃうよね。はい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 。んてことはそこ開くやろ。で、ちょっと待って。で、ちょっと待って、もういいか。もういいや。俺取りに行こう、どんどん。せっかく出し速度上がっていくやつやしね。はい、オッケーオッケーオッケー。で、上は多分2人揃って、まああれ取られちゃうけども、まあとりあえず超過してるところ消していきたいからね。このダッシュ速度の速さのこのアップをさせていく。さあ、取っていく。さあ、てなわけでそこ一旦フォロー入って、で下3つ取れたんで、あ、上がなんかデートしてるから、かなりね2人でニコイチね、仲いいねあれね。2人揃って、ちょっと待って、んーってことは俺は旗取る係ちょで、はい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 、これで、ね、何本目何本目、これ 1,2,3,4 これ4本目。はい、でちょっと待って、あそこも開けんの、ってことは誰も守らんってことは、はい、俺が取りに行く。いやちょっと待って、あそこすごい一生ゲッターで2人で動き回ってるんやけど、まあ確かに効率絶対悪い。
ちょっと待って、一旦敵ブースやから落ち着いていこうか。いや、戦闘せいや、戦闘できんねんけど。あ、ちょっと待って、どうしよっか。いや、エース山田ちょっと戻ってきてほしいな、こっち。いや、でも無理やな。で、リスポーンがそこ取ってくれるやろ。で、C はとりあえず負けるやろ。オッケーオッケーオッケー。まあ、とりあえずそこ倒せた。オッケーオッケーオッケー。んで、ちょっと待って、俺が見ようか。ちょっと待って、よいしょ。あれ、なんで？さあ、ちょっと待って。いや、後ろ、ワン、ツー、あいから、ちょっとカイド怖いんやけど。さあ、んで、ちょっと待って、で、ちょっと捕まってるな、向こう。はい、で、ワン、ツー、はい、スリー。で、これ、一旦取られてもらっていいから、んで、取って取られての、こっちのブーストで、はい、もう巻き返して、これ、もう、これ、勝ちっすね。もう、これ、負けないっす。もうこれ絶対負けないっす。いける。はい、で、エースヤマト来てくれたやろ。オッケーオッケーオッケー。じゃあもういいやろ。で、カイドやろ。はい、オッケー、からの優勝。んで、これ一応落ちたんかな、今の。んで、はい、ドーン！オッケー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 。さあ、で、こっちは大丈夫か？ワン、ツー、はい、からの。あれ？あ、こっち。大丈夫だ。全然心配ない。はい、ナイス。さあ、ってことで、5ドルになるか？ってことは、ここはエースヤマトに任せてやろう。で、さあ、とりあえず、あっちの初期旗やな。初期旗止めて、もう5ドルして勝ちましょうという感じですね。さあ、どうですか、どうですか。いや、ナイス。んで、マム吹っ飛んでないから、とりあえず俺が吹っ飛ばす。吹っ飛ばない。なんで、強い、このマム。ナイス。はい、それではですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まあ、今回はちょっとね、初メダルっていうのもあるんで、ちょっと試合数ちょっと4試合ぐらい、ちょっとやっていきたいかなというふうに思います。さあ、それではちょっと頑張っていこうか。んで、あ、みんな上くんね。オッケーオッケー。じゃあ俺とりあえずここ取るから、んで取って貯めてから、ちょっとニカとバトンタスしてから決めようか。ちょっと待って、上行っとくない君。じゃあ貯めてもらって、なんで貯めへんの、上行くんかい。もうなんだよ。じゃあ貯めさせてくれよ、俺に貯めさせてくれたらよかったのに。ならならば、これはここを取っちゃうよ。でもここを取っちゃうから、まあ、とりあえず OK ということにしようか。さあ、こっからどうしよっか。ただとりあえず上はどうなってるか全くわからない。さあどうする。ニカが降りてくるんだったら、そこは私初期ハトに行きたい。キャッチャンプリケイン。はい、ということでとりあえず、ジャスト回避を取っていき、ここは誰がいるんだと思ったら、キッドがなんでか上行ってくれた。ありがとう、僕に譲ってくれたんだな、このハタを。ってことは、俺は絶対にこの旗を取らなきゃいけない。そこで挙手。くそ。全然食らわないシャンクス、本当に。ブースト中のシャンクス、ちょっと怖いから、やめて。いや、だったはい、で、教習はない。いや、相手ことない。とりあえず、一旦やっとけ。さあ、とりあえず、ブーストなんで、ちょっと怖すぎるんで。で、あれ、バジラング持ってるからね。はいはいはい。で、上誰ですかということで、さあ、お前か、チュンチュンチュン、はい、チュン、バイバイ。はい、シャンクス、もう一回やろう。もう一回やろう。はい。またお前かい。でも、二人揃って、なくなりな。はまってしまったな、このキットの戦略に。さあ、ということで、ここ取れるかな？オッケー。ということで、よし。んで、カイドウが来て、はい、ここ。オッケー、からの、ちょっと待って、無敵ないから、吹っ飛んじゃう。どうしよっか。まあ、上なんとか頑張ってくれてるから、さあ、トゥントゥン、からの、ここ。違う。よし、からの、はい、ワン。はい、からの、パクチョーピリ。無敵合わされていく。さあ、全然食らわないね。いいね、と。さあ、ちょっと待って。はい、ワン、ツー、はい、からの、うわー、硬いね。何をしてるのかな？それは殴ってるのかな？つついているのかな？どっちなのかな？いやー、ミカはごめんなさい。あー、ニカ来てもうたな。もう取れないね。ちょっと待って。一旦ニカにオッチン。はい、オッケー。で、からのオッチンしてもらって、俺がオッチン。まあ、ニカ止めといて、とりあえずここブーストやろ。んで、ちょっとやばいな。んで、ここ降りてくるかな。降りてきてくれたら、いやいや、ってことは、裏行くね。それじゃ、ドーン言うてね。で、裏来てくれた。ナイス。で、あとはもう初期旗取り返して頑張って。ってことで頑張っていきましょう。はい、からの、に、よし、いける、全然いける。カイドやろ。いや、くそ。待って、これ下からニカ。いや、これ取れる。いける、ニカ止めるわ、俺。で、はい、オッケー、ワン。はい、からの、はい、パンクちゃん。はい、これ止まったやろ、オッケー。で、あとは、頑張れ。いける?ミリ。はい、それではですね、続いてもやっていきましょう。よろしくお願いします。最後とも頑張っていきましょう。さあ、いや、まあ、いいね。やっぱりいいね。ちょっとガンガン頑張ってね、もっと攻めてね、旗どんどん取っていきたいと思います。
まあ、さっきのね、まあ、最後の試合、さっきの試合の、旗抜いてるところ、俺が抜いてたら、多分、抜けてましたね。はい、それがこのダッシュ速度の神メダルっていう感じですね。はい、学んで、とりあえず、オッケー。さあ、ということで、さあ、ここはゆっくり溜めていこうか。んで、あそこに A 山がいるんやろ。A 山に喧嘩打っちゃ絶対ダメだから、で、オリンがいるから、オリンに変わった瞬間に、まあ、ちょっとね、小突きに行くっていう感じが一番いいのかなというふうに思います。さあ、移動しましたね。さあおりんちゃんが降りてきて、そしてうわー4個揃ってる、破壊され、いや待て、やばい、破壊されんじゃんか、ちょっと待って、はいはい、からのワンツー、はいからの、はい、吹っ飛んでけ、オッケー。んーで、さあちょっとそれはごめんなさい。で上が取れそうかな、これワンチャン、あ、ないか、ワンチャンなかったか。さあワンチャンないんだったらツーチャンを狙いに行きましょう。おりん上に上がってきた、はいはいはい、それは握手だ。さあここで握っちゃったらもうおりんちゃんはもう何もできない。さあどうする、殴るけども、かわいいパンチだね、本当に。さあそれはしびれないからの、はい、ごっつんゴーということで、はいはいはい、とりあえずここも握っちゃう、はい、オッケー。んーで、さあここでニカが、上のニカが来てくれたり、上にニカはおらんな多分な。うん、もう瀕死、やばいな、ニカのバジランが、はい、いや、まあ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 、もう一回行こうか。うん、まあ日本守ってくれてるから多分ニカの人が頑張ってくれてるね、これね、助かる助かる。うんってことは絶対に俺らゲッターたちが一本抜いて死守しに行かないといけないという戦局。ただエース&ヤマトがまだ生きとる、あいつ、あいつが生きとる。うーってことで、さあどうしよっか。うん、とりあえずブーストがもう少しで来るでしょ。オーケー、もう頑張って。さあどこ狙う、オリンやろオリン一択だわオリン行ったか。あーで、あそこ戦いに行ってくれた。さあこっちのブースがもう来るね。さあ行こうか。試合のゴングがやっと鳴り始めたんではないか。あーやばい、これエースヤマト、はい、来る来る、あー来ちゃったね、パンクちゃん、ビデー、はいはいオーケー。ということで、さあここで回避、あ、なんの、そもそも聞いてない、そやん、ごめん、ちょっとたんま、ちょっと待って、行った、あ、ごめんなさい、離れる、あまあブーストで回復、はい、よいしょ、オッケーナイス、前回行く、はい、オッケー、からの、あーと言っていくけども、んー、この A 山とりあえず倒しておきたいな。さあ、ちょっとやばいな、あ、待って、 A 山降りてくれた、でかい、はいはいはい、もう赤犬なんて、もうそんなん、もう、あー、もう俺はめちゃくちゃ赤犬を使ってたからわかる、今の赤犬がどんだけ厳しいか、どんだけ辛いか、はい、そうです、もう開幕、10秒足らずでこう死んでいく、この赤犬、よいしょ、ちょっと待って、とりあえずもう俺ここ抜きたい。うん、さあ脱出速度が神な、俺は、あば、向こう行った、え、ナイス、はい、ってことで、またマムセやね、オッケーオッケーオッケー。んでヘブンにはもう無視していいから、フルゴラでしょ、フルゴラ、あ、よ、ここオッケーからの、これでも抜けちゃうんじゃないかなっていうことで、え、はぁ間に合うのそんなん、もう今の抜いて勝ちたかったな、いや、マジか。はい、それではですね、ラストやっていきたいと思います。まあラストもね、しっかりと勝っていきたいと思います。はい、ということで、どうしよっか。んで味方が A 山と、あ、まあ昨日俺も C 子が、よしよしよし、やっとこさら、この C 旗勝負ができますやんて。うん、じゃあもう勝っていくやんて、絶対に取りますよ、頼みますよ、取った後みんなお願いしますってことで、さあとりあえず、うんで、あ、あー、まあまあいいや、取れるんやったらもうそこはもう、はい、頑張らない、ふう、はい、オッケーオッケー。んーで、どうせローやから、はいはい、よしよし、あとは後ろ来てくれてるね、オッケー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 、あれ、うん、絶対間違えたね。オッケーオッケー。で、ことで、はい、それ吹っ飛ばして、オッケー、これで2回入れるね。入れるね、オッケーオッケー。滑ってたね、今2回。で、オッケーと。んーで、これバジラングガン吐き出させて、ね、今のうちに。よしよしよし、ナイス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 。うん、ジャスト回避取れたらもっとナイスだったんだけどね。無理でした。うん、ナイス。うんで、とりあえず、ここでもう俺は上行く。うん、こんなんもう2回と対魔してもしょうがないんでね。はい、よし、ゆいだ、い、はい、はい、はい、切り味が最高なローちゃんです。はい、ローちゃんです。くそはい、時差パンクシャビレー、 OK からの、うんうん、おいおい、さあ、ここ一旦ちょっとキットに変わっていこうか。でからの、はい、ワン、ツーでキットで変わって、ダムドパンク、はい、無理でした。でからの、はい、これでパンクシャビレー出てます。で、ここでしょ、はい、OK からの、チュン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 、はい、からの、ここ、はい、OK ナイス、チュンチュン、はい、からの、はい、俺の勝ち、よいしょ、 OK、 うん、あ火力、火力がミジンコ、なんで、なんで今ので倒せないの
攻撃力200だけでした。もう、どうしよう、ここ空いてる、ここ OKOK 取れちゃう取れちゃう取れちゃう、取れちゃうよ、ニカちゃんそんなとこ行ってんだ、取れちゃうよ。とはい、もうこれは勝ちましたね。よしよし、もうスキル2だけ、スキル2だけ、はい、よいしょ、はい、ここ、はい、オッケー、はい、取れました。オーケーナイスー。さあ、で、どうなるかなと。まあ、これ、吹っ飛ばされるけども、どうせ取られても、ダムドバンクで取り返す。あー、いけるか。あー、ナイスナイスナイス。んじゃあもう、とりあえず一旦フォローだけ。はい、ここ、オッケー。んーで、あとは上で時間稼ぎに行こうか。はい、上の人は行かせません。キドロ？オッケー、でかいでかいでかい。キドロの足止めとこう。よしよしよし。いい、もう絶対死なない。絶対死なない。全然死なない。もうダムドバンクだけ気をつけよう。あ、ミサイルパンチね。ミサイルクラッシャーのことね。ミサイル、はい、オッケー、よし、出さない、出さないよね。出さない。うん、優しい、優しい、優しい。よしよし、よしよし。止めてる止めてる止めてる、楽なはず、めっちゃ前線で、あー、違う違う、後ろ、あー、でもそこ負けちゃったか、マジか。んーで、とりあえずちょっと待って、ここ OK、 ちょっと邪魔くさい。で、ちょっと待って、ニカの足も止めたいな。ちょっと待って、うわー、ニカ行かないで、そっち頼むわ、行かないで、よいしょ、ちょ、お前じゃない、お前じゃない、ニカ行かない、いや、行ってまうか、上。あ、行ってないわ、行ってないわ。なんか雷してる、あれ、もしかして。あ、いるね。オッケーオッケーオッケー。え、じゃあ勝ちやん。え、勝ちやろ、いけるやろ。え、向こうは多分大丈夫、大丈夫。オッケーオッケーオッケー。あ、ねえねえ、殴りすぎやろ。